昨夜遅く、阪神淡路大震災の追悼行事の会場となっている神戸市の東遊園地でテントが燃える不審火がありましたけが人はいませんでした昨日午後11時40分ごろ神戸市中央区の東遊園地で通行人の男性が花時計広場の近くに設置されたテントから火が出ているのを見つけました東遊園地は 発生から29年となる阪神淡路大震災の追悼行事1.17の集いの会場となっていて、火は近くにいた警備員によってすぐに消し止められました。この火事で明後日から始まる神戸ルミナリエの資材などが置いてあったテント1機が焼けましたが、けが人はいませんでした。周辺に火の気がなかったことなどから警察は？ 放火の可能性もあるとみて調べています。